埼玉県。埼玉県は、日本の関東地方に位置する、広域地方公共団体、都道府県の一つ。県庁所在地及び、最大の都市は、埼玉市。東京都市県の一角をなし、都道府県別の人口は、東京都、神奈川県、大阪府、愛知県に次ぐ、全国第5位。人口密度は、東京都、大阪府、神奈川県に次ぐ、第4位である。 県の財政力指数は全国第四位。両政国の武蔵国の一部に相当する。県域は旧国名の武蔵国の北部であり、関東地方では神奈川県以外の一と四県に接する。また、中部地方では長野県、山梨県にも接する。隣に接する県の数は長野県に次ぐに、日本で八つある内陸県の一つ。 貿易港や臨海工業地帯を有さないものの人口は約733万人と全国5位でありその多くは県南東部に集中している昼夜間人口比率15年調査総務省では88.5%と昼間の人口流出が全国1位でありベッドタウンとしての性質が強い農業産出額は第十八位年であるが 北部には、近郊農業が盛んな地域もあり、ネギや、ほうれん草、ブロッコリーなど、産出額が全国3位以内に入る農作物もある。また、面積に占める河川の割合が多く、水の都と呼ばれる大阪府を抜き、全国47都道府県で最大の約3.9%となっている。県西部の秩父地域は、産地や丘陵であるが、それ以外の地域は、 関東平野の一部をなす平地となっている。東京に隣接する東南部は人口が密集し、東京から放射状に伸びた交通網に沿って首のベッドタウンが形成されている。北部には豊かな農地が広がる。県庁所在地である埼玉市は内陸県にある最大の都市であり、内陸県唯一の政令指定都市でもある。東北地方、北関東地方、 新越地方に至る高速交通網は本県を通っている。浦和県、岩月県、押し県が統合してできた旧埼玉県、現在の埼玉県の東側約3分の1の設置当初、県庁が埼玉郡岩月町、現埼玉市岩月区に置かれる予定であったため、その群名から埼玉県と名付けられた。しかし、岩槻には県庁に適した建物がなく、 県庁業務は、足立郡浦和地区、現、埼玉市浦和区の旧浦和県庁舎で行われた。一方、現在の埼玉県の西側約3分の2にあたる地域は、入間県となり、その後、群馬県と合併して、熊谷県となるもわずか3年で、熊谷県は解消され、旧入間県地域は、旧埼玉県と合併して、現在の先県が誕生した。その際に、 埼玉県の名称のまま県庁所在地も浦和塾となったため岩月町が実質的な県庁として機能することはなかった。1890年明治23年9月25日には直令により正式に北荒地郡浦和町が県庁所在地となった。埼玉の地名の発祥地は現行田市大和埼玉である。その名称の由来は諸説あるが、 埼玉古墳群が由来とする説や幸福をもたらす神の働きを意味する幸い魂、先、三玉から名付けられたとする説がある。奈良時代の万葉集に前玉、先地玉ん、先玉という記述があり、また平安時代の和名類受賞に埼玉、助、糸松、埼玉という文明が見られる。当時、すでに埼玉と呼ばれていることがわかる。 体感的に、先玉、埼玉どちらの発音も同義として解釈されるが、先玉の方が古い語である。これは日本語発音上での四便と呼ばれる変遷の一例で、大分、沖田、大北、大分なども同様の例である。旧律領国においては、現在の埼玉県の領域は大部分が武蔵国に含まれており、東端部の江戸川沿いの一部地域が、 下宇佐国に含まれていた。武蔵国には東京都及び神奈川県の北東部も含まれることから埼玉県は武蔵国の中部、北部にあたると言える。埼玉県の形状は東西約 103km、南北約 52km と東西方向に長い。日本の都道府県中面積が9番目に狭いが最も狭い都道府県である。 香川県の約2倍の面積を有する。また周囲は七都県と隣接し、長野県の8県に次いで多い。県の東側では、江戸川を境に千葉県に接し、北東側には茨城県、栃木県ともわずかに接する。北側及び北西側は大ね利根川、神奈川、利根川の支流といった河川、及び荒川、神奈川の分水嶺を境として、 群馬県に接している。南側はほぼ東西にまっすぐに東京都、山梨県と接している。この南京は西部では荒川と多摩川あるいは笛吹川の分水嶺に当たるが東部では一部が荒川となっている他は河川や分水嶺などの地形に見出すことは難しい。埼玉県の地形は小玉、小川、反能を走る八王子構造線によって その東側の平地部と西側の山岳部に分けられる。東側の平地部は古来利根川や荒川、入間川などの流域であり、定地や大地、武蔵野大地、大宮大地などが広がるほか、一部に丘陵、引き丘陵なども見られる。江戸時代、徳川家康により現在の古利根川の流路に、近かった利根川の流路は、渡瀬川、現在の江戸川の流路に近い、い川、 毛野川に導かれ、また現在の元荒川の流路に近かった荒川の流路は入間川に導かれ、現在の河川形態となった利根川と仙事業。西側の山地部は関東山地に含まれ、その中央部に秩父盆地がある。秩父盆地東側の比較的標高の低い山海は、特に外秩父山地とも呼ばれる。 西側の長野県境は、日本海側との分水嶺を形成しており、その南端に位置する拳型家は、千曲川、荒川、笛吹川、富士川の支流の源流であるとともに、埼玉県、長野県、山梨県の県境となっている。その北には、県最高峰である三宝山、2483メートル、がある。中央部、西部、 東部の南側の地域は首都である東京に近く、近代以降の大都市圏の拡大に伴い、1970年代を中心に急激な人口流入と都市化を見てきた。このようにして形成された市街地は、その多くがスプロール現象によるものであり、このような地域では現在も道路などの社会基盤の整備に難を抱える。県内は首都高速、東京外環道、 関越、東北、常磐、京王道といった高速道路が多数整備されているが、一般道については十分に整備されていない地域が多く、自動車の増加や大規模商業施設の郊外立地化に伴い各地で道路渋滞が慢性、深刻化している。県内には全国最多の40の市があり、130万人都市である、 埼玉市を筆頭に60万人都市の川口市、30万人都市の川越市、越谷市、所沢市が南部に集中するほか、20万人都市が4市、10万人都市が13市と同等の人口を持つ自治体が多数存在することも特徴として挙げられる。政令指定都市の埼玉市には国などの関東地方で先機関が集まる埼玉新都心が誕生したことで、 東京のベッドタウンから関東地方において独自の重要性を持つ地域になりつつある。都営大江戸線の東所沢方面への延伸や埼玉高速鉄道の埼玉市岩月下方への延伸も構想されている。埼玉県は場面や分野に応じて北関東に区分される場合もあれば南関東に区分される場合もある。また埼玉県は 千葉県や東京都、神奈川県とともに、東京圏を構成し、相互の通勤、通学等の流動が多いことなどを重視し、南関東に区分されることが多いが、衆議院議員総選挙における比例ブロックにおいては、北関東に区分されている。県東部は、関東平野に位置しており、全体的に低地で平坦な土地が広がる。都根川の支流である江戸川と中川が流れているほか、 それらの支流も数多く流れている。川床勾配が緩く、蛇行している川も多数流れることから洪水が起きやすい地域であるため、21世紀に入っても首都圏外角放水路や大相模調節地などの治水事業が行われている。利根川と荒川、中川に挟まれた地域は、大宮大地が南北に広がっている。県中部は荒川が流れており、荒川から西にかけて、 武蔵野大地、入間大地、高坂大地、東松山大地、江南大地などの大地が広がっている。ただし、大地に挟まれた地域は、荒川の支流である、フ老川、入間川などが流れており、周辺と比較すると標高が低い。さらに西へ進むと、佐山川丘漁、火事丘陵、岩戸の丘陵、引き丘陵などの丘陵が点在し、 西に進むにつれて標高が高くなっている。県西部は関東山地が広がっており、秩父山地に囲まれた地域では秩父盆地を形成している。埼玉県は隣接都県数が7都県と多く、関東地方では神奈川県を除く全ての都県と接している。長野県は未舗装道路の中津川林道、長野県側は舗装済みのみでしか直接的な行き来はできず。 さらに当期夜間は通行止めとなっている。詳しくは中津川林道の項目を参照。山梨県も仮坂トンネル有料道路でしかアクセスできず、また町台トンネルの規制により危険物、搭載車両山梨県と直通できない。秩父地方は中央高知式機構、それ以外の地域は太平洋側機構である。また内陸県であるため、 内陸性の気候も見られる。そのため冬季は全体的に冷え込みが厳しく、東京特別区や横浜市、千葉市などとは異なり毎日のように氷点下を記録する地域が多い。中でも秩父地方は特に冷え込みが厳しく、厳冬期は低く、摂氏10度近くまで冷え込むこともある。一方夏季は他県と比較して全体的に暑さが厳しく県内のほぼ全域で猛暑日が見られ、 熊谷や越谷などでは日本国内でも屈指の国所となり摂氏40度を超える気温も観測されている。降水量は全般的に少ないが特に冬季の降水量が非常に少ない。埼玉県には40の市、22の町、一つの村がある。市の数40は日本の都道府県で最多市町村数63は北海道。 長野県に次いで日本国内第3位である。なお、町はいずれも、町、村は、村と読む。埼玉県には1896年以来以下の9つの軍が置かれている。軍に含まれる地域は、市政志向や市町村合併に伴い次第に縮小しているが、現在属する軍、及び過去に属していた軍による地域区分が地方、地区、軍師といった名称で、 教育行政等の分野で用いられることがある。例、埼玉県内公共図書館等横断検索。現行の5カ年計画、ゆとりとチャンスの埼玉プラン、計画期間、2007年度から2011年度で用いられているほか、2010年4月より、この10地域区分に基づく二次保険医療券の再編が行われ、名称もプランに合わせる形で変更となった。 2008年4月、上記の地域創造センターと産業労働センター等を再編する形で、政令指定都市である、埼玉市一市,市でなる、埼玉地域の属旧地域それぞれに地域振興センターが設置された。埼玉県ホームページ上の地図。ふとじは地域振興センター所在市町村である。県内で旧石器時代の遺跡は、大宮、武蔵野、港南、 下宇佐の拡大地、秩父盆地の各河川流域に約500が確認されている。この時代の遺跡以降は3万年前以降の立川ローム層、大黒ローム層ら発見されている。県域は隆起と解体によって形成された。縄文時代において海面は現在よりも高く、東京都東部から県域南東部を中心とした海抜の低い地域は、 古東京湾の入り江が大きく入り込んでいため、海底だったと推定される。その証拠に、川口市の旧鳩谷市域等に、海塚が至るところに発見されており、海岸に近かったことが伺える。縄文時代末期には、県域南東部で陸地化が進み、弥生時代には、埼玉県全土がほぼ陸地化した、三里市では、弥生時代の土器片が見つかっている。古代の国選手書である。 日本初期の安刊天皇元年、534年の記載に、うルーの12月、中略、ゼの月に武蔵国づくり、笠原忠臣と、同族証書と国の宮津子を、相争い手としヘルに定めがたし云々があり、現在の河野寿司笠原地区付近に今日構えていたと、される皇族、笠原忠臣と同族の証書による武蔵国づくりの、勢力争いが起き、 朝廷の力を借りたオミが勝利し、国像となったオミは朝廷に、横、帝、玉軍、または、横見軍、立花、神奈川県吉住軍、多織、玉、倉僧、神奈川県、久吉軍の4ヶ所を三宅として差し出したと記述されていることや、6世紀に突如現れた、この地の巨大古墳軍、及び口日の鉄拳などから、大和朝廷の直接支配まで、 長らく武蔵国における中心だったと考えられる。なお現在の埼玉県にあたる地域には、常実の武蔵国づくり、武四国像の他に、後の秩父軍を本拠とする秩父国像も存在していた。本域は、律令制以前は、ケノ国と呼ばれ、畜紫国やキビ国に被権する大国であったとされ、大和朝廷との関係において高い地位にあり。 現在の東京地域よりも繁栄していた。和道元年708年に、現在の埼玉県秩父市黒谷にある和道遺跡から、和道、賑やか金、ね、純度が高く精霊を必要としない、自然道が算出したことを記念して、和道に改元するとともに、日本最初の流通貨幣となる和道開賃が発行される。1968年、昭和43年に、 行田市埼玉にある、埼玉不時の丘、現、埼玉古墳公園の東海山古墳から出土した、鉄拳、金作名鉄拳は、1978年に、奈良市にある、願号寺文化財研究所で、あり処理を行った際、表裏に、金造岩で115文字の名文があることが分かり、注目を浴びた。その文中にある、若竹大王、若竹大王は、危機に登場する。 有力天皇であり、僧侶は国殿に見える和王部であって、冒頭の侵害の年は四百七十一年であるとする学説が主流である。古代史ブームの巻き起こる中で、鉄拳の解釈をめぐり様々な議論がある。埼玉県域の軍は、足立、新座、入間、高来、引き、横見、埼玉、大里、小薄間、旗ら、半沢、中、小玉、上、 秩父軍である。また里の数は、県域で七十五強である、和明類受賞。県域内の軍が所在地は、不明なところが多い。神後慶運三年、七百六十九年九月十七日に、少僧四僧が消失し、国類や人に死傷者が出ている。内科による天災か、人科による人災か不明である。中世には武蔵国で人口の、特に多かった。 北武蔵の丘陵地や大地に武蔵武士が出現し、川越市や畑山市ら諸市を分出した秩父市の一族が活躍した。また、同族集団として形成された武蔵七党など、中小規模の在地土豪も出た。平時の乱を経て武蔵国が平氏の治療国になると武蔵守には平氏一門が認じられると武蔵武士は悲観化し、新恩地を得て西国へも進出した。 自称四年、1180年の源の頼朝の挙兵後に復従した豪族には、権益に勢力を持っていた秩父一族が主に、頼朝に味方し、自称、樹栄の乱における合戦に参戦した。川越市や畠山市、引城らは、鎌倉幕府の創設期に徴用されて政務に参画するが、幕府権力の確立過程では、川越市を除き没落し、 武蔵武士の地位は低下した。中世には、鎌倉幕府の成立を契機に街道が整備され、西武蔵には南北に、鎌倉街道の上道や中道が通じて、欧州方面と結ばれ、物資の流通路となったほか軍事的にも重視され、沿道には上管が分布する。幹線道の整備に伴い空き道や水上交通も発達し、多くの市や宿が成立した。 川越氏が武蔵平一期で没落すると戦国期の武蔵は、鎌倉久保足利氏と関東管連上杉氏との対立、鎌倉久保、関東管連の分裂などの影響を受けて、乱国状態となった。県域は北武蔵、前線拠点は五十戸、今の本城市を地盤都市堀越港方房の山内、上杉氏、南武蔵、拠点は川越城に本拠を置いた。 大木谷上杉氏などが勢力を争った。下佐国方面には小学坊が勢力を張った。戦国後期には相模国のご法上氏が台頭する。天文十年1541年には最重要拠点の川越城をめぐり、川越をご法上氏に奪われた大木谷上杉氏の上杉友貞は関東管領の上杉則政と小学坊と決。 城の救援に向かった、北条氏康との間で、川越野戦が行われた。敗北した、大木谷上杉氏は滅亡し、後北条氏の勢力圏となった武蔵には、多くの市場が築かれ、氏康は、上杉の政を圧迫する。県政は、越後国主五代の長尾影虎、後の上杉謙信を頼り、関東関連職と上杉家家督を譲り受けた、影虎は、 関東出兵を行い、宇治安と争った。後北条氏は、海野国の武田氏や駿河国の今川氏と三国同盟を結び、影虎と争っていたが、同盟破綻後の A62 年、1569年には、越後とは僕して、越相同盟を結び、武田氏の秩父方面への進行を招いており、こうした複雑な外交情勢の中北関東の国衆は、翻弄された。 後北条氏は、天正年間には、関東の大半を支配し、豊臣、橋は家に次ぐ、全国、第二位の勢力となる。天正18年、1590年には、豊臣秀吉の天下統一における、小田原征伐において、後北条氏は没落する。後北条氏の没落に際して、東海五カ国を支配していた、徳川家康が関東へ転放され、 武蔵を含む関東地域には、徳川市の家臣団が配置された。関ヶ原の河津戦を経て、江戸幕府による支配が確立すると、埼玉県域には、武蔵三藩と呼ばれる、川越藩や押藩、岩月藩、それに、武蔵には、事業地をほとんど持たなかった岡部藩など、我立藩。江戸に近く審判、譜代の重心が配されたが、 川越藩を除き城下町の形成は小規模であった。川越は江戸北方の防衛拠点として、また武蔵国の商工業の中心地として、小江戸と呼ばれ繁栄した。江戸幕府により江戸を起点とした五街道の整備が進められ、埼玉県内には中仙道に九つの宿場、蕨宿、浦和宿、大宮塾、上尾宿、桶川宿、高巣熊谷宿 深谷塾、本庄塾、日光街道、欧州街道に6つの宿場、草加塾、越谷塾、春日部宿、杉戸塾、佐手塾、栗橋塾が置かれた。五街道に準ずる脇王館は、県内では、川越王館、川越、小玉王館、日光脇王館、日光大な街道、関宿王,王館、秩父王館、秩父公衆王館が整備された。明暦年間には、 のび止め用水が、京方年間から見沼大用水が開作され、原独年間に、三富神殿の開発が行われ、米麦栽培が増大したほか、養蚕や織物、木綿の栽培や野菜など地域特産物の生産門になり、定期市で販売されたほか、利根川、荒川、新菓川の周運を通じて、江戸へも移出された。明和元年。 1764年には大規模な百姓一揆である中仙道天馬騒動が発生している。近世後期には、幕僚と旗本僚の作奏する関東一円で無宿人、老人が増加したため社会不穏が増大し、幕府では文政の改革に伴い文化2年、1805年に関東取締り出役を設置して、警察力の強化を行われ、村々では、 組合村を形成して対応している。幕末には、異国船が日本近海に出没し、海永6年6月3日、1853年7月8日には、アメリカのペリー艦隊が来航し幕府に通称を求めるが、江戸湾の解剖は、川越藩、押藩が、彦根藩、合津藩を加えた4藩で担当し、藩士の現地派遣や遠見版書の設置などを行った。 ヘリー艦隊の来航に際しては、解剖策が修正され、品川台場の防衛を、川越藩、押し藩、合津藩が担当した。解剖強化は村々へも負担が生じるが、一方で、日本が開国し本格的な貿易を開始すると、積極的に対外交易を試みる、陶器商も出現した。近世後期の社会変動、開港前後の諸約負担や、経済変動は、 農村社会に影響を与え、没落農民層も発生していたが、慶応2年6月13日、1866年7月24日には、イルマ軍を中心に、中仙道伊勢地域に波下部州一揆が発生し、関東取締出役の出港により鎮圧される。2010年から2015年までの人口増加率は、東京都、沖縄県に次ぐ、 国内3位となっている都道府県の人口一覧も参照。41.6歳、男40.7歳、女42.5歳。2006年、平成18年1月1日現在。衆議院の小選挙区が15、参議院では全県で1区を構成。埼玉県はインターネット放送を通して知事記者会見。 県議会中継などを映像配信主県政の広報に努めている。全都道府県に設置されているものを除く、2012年、平成24年度の県内総生産は21兆8428億円であり、アラブ首長国連邦の国内総生産よりやや多い程度である。世界で40位前後の国に相当する経済規模を有している。2014年、 平成二十六年時点での県内の事業所数は二十六六万千二百六十一事業所で、東京都、大阪府、愛知県、神奈川県に次いで全国第五位である。産業別の事業所数では卸売、小売業、サービス業、製造業、飲食店、宿泊業、建設業の順に多く、従業者数では卸売、小売業、製造業、サービス業、 医療、福祉、飲食店、宿泊業の順に多い。また、市町村別の事業所数では、埼玉市、川口市、熊谷市、川越市、所沢市と続き、従業者数では、埼玉市、川口市、川越市、所沢市、熊谷市と続く。2007年、平成19年の年間商品販売額は15兆1、109億5、967万円。 製造品出荷額等は14兆7、302億円である。洋菓子やチョコレート類の生産額は全国トップクラスで日本有数のスイーツ王国でもある。2014年、平成26年の観光客入り込み数は約1億628万人と推計されており、近年増加傾向にある。目的別で最も多いのは各種行事祭り見学客で、 スポーツ客、遊園地客がこれに続く。自社産経、文化財、産業観光客数は増加傾向にある。お参照、県内最大のターミナル駅は大宮駅であり、東日本旅客鉄道の東北新幹線と上越新幹線の全列車が停車して、首都圏の玄関口として機能している。1日平均乗降人員は約70万人であり、県内の駅で 上降人員が最も多い。一方で JTB パブリッシングや交通新聞社、都道府県代表駅の記号がない東京時刻表を除くの時刻表におけけんの代表駅は浦和駅であり埼玉県庁及び埼玉市役所の最寄り駅となっている。両駅を結ぶのは宇都宮線、高崎線と京浜東北線であり川口市南部で荒川を渡って 東京都心へ直結する。2001年12月1日に湘南新宿ラインが2015年3月14日に上野東京ラインが開業して東京都心への速達性と利便性が大幅に向上し、両者の駅は首都圏の住みたい街ランキングでもベスト10に浮上するようになった。県内にある京浜東北線の各駅は世野駅を除いて、 上降人民が10万人を超える駅が連続しており、最も人口密度が高い地域である。1970年代に新幹線の建設計画に伴う東北、上越新幹線反対運動が県南部で行われた。その見返りとして新幹線に並行して、通勤新線、埼京線と新交通システム、埼玉新都市交通稲線建設し、騒音対策として、 都市施設体を設けることで同意し、1980年代に、それぞれの路線が開業した。県の東部は、東部伊勢崎線、東部日光線、埼玉高速鉄道線と首都圏、新都市鉄道つくばエクスプレスが、県の西部は、東部東上本線、西部新宿線、西部池袋線と、西部秩父線がそれぞれ、東京都心直結している。このように、 東京都心に直結して南北に連絡する路線が多い反面、県内を東西に連絡する路線は少ない。県南部を東西に横断する武蔵野線が最も利用者数が多く、東日本旅客鉄道の東京メガループに指定されている。大宮駅に接続する東部野田線と川越線は、どちらも県内を東西に結ぶが、野田線は、春日かべき伊東に、川越線は、 日清駅以西に単線区間が残されている。熊谷駅に接続する秩父鉄道秩父本線は県北部を横断しているが全線単線で利用者数が少なく県が補助金を交付している。県の西部を南北に縦断する八甲線は駒川駅を境に電化区間と非電化区間が分けられており、駒川駅より北側は県内で唯一の非電化区間である。 川口周辺は国際工業バスが、秩父市周辺は西部観光バスが、路線バスを一手に引き受けているが、それ以外の地域では路線の競合が見られる。県内最大のターミナル駅である大宮駅では、東口に国際工業バスと東部バスが、西口に東部バスと西部バスがそれぞれ乗り入れている。東部線、東上線、沿線は東部バスが、 西武線沿線は西武バスが多数の路線を担っている。東武バスは2000年頃に多数の営業所が移管され、越谷市より北側の東武地域で運行されていた路線朝日自動車と茨城急行自動車に坂戸市より北側の西武地域で運行されていた路線は川越観光自動車に移管された。2002年に分社化された後、伊勢崎線沿線は東武バスセントラル。 東上本線沿線は東部バスウエストにより運行されている。JR 高崎線沿線においては熊谷地区で国際中央交通が運行している。2002年に道路運送法の規制緩和により越谷市より南部の東部地域で多数の新規路線が参入し、つくばエクスプレスの開業に伴い路線網が再編された。名東観光、タローズバス、マイスカイ交通、 グローバル交通、京成ダウンバス、京成バスが、武蔵野線沿線とつくばエクスプレス沿線で運行されている。平日の終電後に運転されるシニア急行バスは、大宮駅の他都内の池袋駅、上野駅、東京駅などを発車して、県南部の主要駅へ向かう路線が多数運行されている。羽田空港や成田空港に直結する。 空港連絡バスもターミナル駅を中心に多数運行されている。埼玉県内に民間空港はないが、桶川市にはヘリポートがある。下記の関東地方の広域放送局の送信所が埼玉県内にある。また、県内各所に NHK 放送センターと広域民放5社の地上デジタルテレビジョンの中継局、小玉、本庄、小野、小川、小西、 秩父定だみ、ね、秩父、秩父とちだに、反応かみやかだくみ、反応からたけ、反応現状、フープ、横瀬根、古屋の各中継局が設置されている。送信チャンネルについては、総務省関東総合通信局のウェブサイト、デジタル中継局開局情報を参照。1908年、明治41年の国語調査委員会報告以来、関東地方において、 京阪式アクセントに似たアクセントの使用地域、主として旧葛飾郡域にて、実態は東京式アクセントの一段改変化系、特殊アクセントであったとして、注目を集めたが、体調が著しく高年層の発話に聞かれるだけになっている。他はほぼ全域にわたって、東京式アクセントによる東部方言の西関東方言が用いられる。東京に近い上に、 県外からの転入者が多いことから、共通語の影響が強く、西関東方言も衰退し、いわゆる首都圏方言が使われているところも多い。国内で埼玉県と福岡県のみ、公営競技4種である競馬、競輪、ボートレース、オートレースのすべての競技場が揃う。国の重要文化財については、関東地方の重要文化財一覧。 関東地方にある建造物の重要文化財一覧を参照。国の登録有形文化財については、県指定文化財については、埼玉県指定文化財一覧を参照。ラキスタ、あの花など多くの人気漫画、アニメの舞台となったことから、観光振興としてアニメ、漫画の活用に力を入れており、2013年に第1回、アニタマ祭が開催され、 2014年には、第1回、埼玉県アニメの聖地化プロジェクト会議を開催。2015年には、埼玉市、ニュービジネス大賞の受賞作、浦和の調べちゃんを放映した。受賞者、団体の一覧。他県の表彰に、彩りの国厚労省や渋沢栄一賞、本田ダ六賞、埼玉輝き、小木の銀行賞、花輪保木一賞がある。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。